ケーションなり関係力ができてっていう形ができるんじゃないかなっていう、私はアプローチをしようかなと思ってたんですけど、うん、そんな感じじゃなかったって話ですね。大内さんの話でいくと、ウェブで注文されたらもうとりあえず皆さんがウェブで納得されたから発送しますよみたいなスタンスであったっていうことですかね。まあそうですね、ざっくり言うとそういう頭でいました、うん、はい。あ、そうはい、あ、どなたか。社長ってどんな感じで思ってありました？はい、自分はそのウェブから入っても、アクセスはしてほしいっていうことは言ってるんです。で、現にこの今月注文が何件もあった方も、各代理店の方がちゃんとアプローチしてもらってます。で、納品を手渡しでしてもらうとか、で、手渡しが即できない方でも、まあ、電話連絡等を入れてですね、確認は入れてもらってるという状況にはなってますと。はい。なので、各代理店でフォローするってか、ウェブから会った方であったとしてもですね、余計にフォローをするっていう形にはなっているかと思います。むしろそうしないとダメっていうことですね。そうですよね、はい、私もそういう認識だったんで、はい、でもそういう形でいけば、そういう返品率で多分全然いたずら注文であったりとか、そういうところも防げて、ほんまに、お客さんの困りごとに対してきちんとやっぱアプローチできるのかなっていうふうに思います。すいません、口挟んですいません。あ、いえいえ、ありがとうございます。これ実際にあったのが、もう14日間返品保証ありきで、実際にその代理店側からそのアプローチをすると、まあ、なんかそんなつもりじゃなかったんです的な注文も何件かあったんです。実際にこれはおそらく14日間返品保証があったがための話なのかなというふうに思うんですね。はい、なので、特段の、反対意見がなければ、すみません、これは独断と偏見交えてですね、大内さんもこう基準の意見言っていただいてるんで、それも十分に加味した上で進まないといけないんですけども、それも踏まえてもカバーできるんじゃないかなっていうふうに今時点は僕は思ってるんですけど、うん、どうですかね、木下先生どう思います？どうもすいません、木下です。はい、はい、お疲れ様です。先ほどの高橋さんの意見を聞いたら、まあ、納得っていう感じです。はい、その売り方だったら多分出ないなって、まあ、相当慎重なアプローチをするっていう話になると思うので、特段僕は大丈夫です。はい、病床なくしても大丈夫じゃないかなと思います。うん、はい、ありがとうございます。はい、末広さんどうですか？いけます？マイクいけますかね？あ、こんにちは、聞こえますか？はい、聞こえます。あ、ですね、今ちょっと途中から入ってなんとなく話の流れは分かったんですけど、はい、私がその佐賀の八重山クリニックってとこで、その院長が開発した怪しいグッズも販売してたんですけど、はい、大体高いもので14万とか15万のものがあったんですけど、はい、返品とかはほぼなかったんですね。うん、でそれがなんでそう起こるかっていうと、今その高岡さんとかもおっしゃられたように、こう購入の時とか購入の手前の段階で信頼関係がしっかりできてるっていうのが多くて、で、ウェブで勝手に買う人たちも大体買ってから、その販売元の方がフォローアップを入れてって感じで、一旦説明させてくださいみたいな感じでコミュニケーション取ってたんで、それができれば、まあ、14日間なくても、うん、そこができてさえいれば14日間返品なしでも、うん、今北橋でおっしゃってるような感じでもいいのかなとは思います。はい、ありがとうございます。中村さんのはい、どうですかね、中村くんじゃない方のはい、東北の方の、はい、僕も14日で、いや、あ、ごめん、中村さんが2人おって、沖縄の中村くんではなく青森の方の中村さんはい、はい、あ、すいません、どうぞ、あ、中村さん、はい、はい、大丈夫ですよ、聞こえてますよ。はい、フロンティアライフの中村でございます。はい、すいません、はい、今話を聞いて14日間の金保証はなくても大丈夫だと思います。はい、わかりました。で、はい、それは先ほど言ったその売る際にですね、注文をいただいたらもう一回電話をかけて本当にこういたしなく確認を取るだけで返品率というのは非常に下がると思う。うん、
はい。はい。ありがとうございます。うん。まあそうですね。で、電話確認を、ウェブからの注文でも電話確認があれば、返品率が下がるんじゃないかっていうことですね。で、まあ、そもそも一般的な販売ですね、物販って、まあ、返品保証ってつけてるところはなかなかないかと思いますし、あと、あれですね、あのクーリングオフの制度っていうのも、あの通信販売の場合は適用されないんですよね。はい、その点も押さえとかないといけないんですけど、あの、まあ、ただクーリングオフが適用されるケースもあり得るということです。あの喫茶店とか店舗でもないところでパッとこうお話しして、あの判断してもらうようなケースっていうのは、そこで買うって言われても14日間はクーリングオフの制度があるので、それはまた別の話で、ちゃんと14日間以内に言われたら返品をしないといけないんですけど、今の話っていうのはそのクーリングオフの対象じゃないのに、こちらからわざわざあの14日間だったら返品保証もつけますよっていうことを今までは言ってたと、はい、いうことですね。で、一応ちょっと繰り返しになりますけど、あのあれですね、今までは言ったら怪しい商品だったので、まあ何かがよくわからない、あのつけたらわかる、つけてもらってあの試してもらった方はわかるんだけど、試すまでの状態で買ってもらったら、まあ、よくわけわかんない状態で買ってしまうことになりかねないということもあって、うん、返品保証はつけてたと。で、使ってもらえばわかるからというような売り方をしてたんですけども、うん、あのすみません、繰り返しになりますけど、この3週間なりですね、あの1ヶ月程度の間に、あのエビデンスの確立っていうのがかなり進んできてると、はい、今第三者機関による臨床試験というのが、まあ、今こう依頼をもうスタートしてですね、まあ徐々にこれからスタートしていこうとしてるであるとか、あのお医者さんですね、お医者さんの意見書をいただくであるとか、あのまあ顧問医、産業医としても、あのこの今のアルファネスのですね、その事業にも参画いただける可能性があるであるとか、あとまあ大学の教授からも意見書がいただけたらいいですねっていうことであるとか、あの特許とあと衣装権についても国際出願の手続きが今進んでると、はい、もともと国内での特許出願というのは堀内さんの方でされてたんですけども、あのそれを一回巻き直してですね、国際特許になるような形で今申請をやり直してもらってるというところで、弁理士さんからも結構いいあれですね、返事がいただいてる状態ですよね、堀内さん。はい、そうです。はい、全てあのその特許、それから衣装登録っていうのも進んでますし、はい、それも世界的にこう効力があるということをアドバイスいただいて、それも進んでます。はい、うん、それとあの、まあ、北名社長の補足みたいな形になると思うんですけれども、まあ、お医者さんとの顧問医の接触も、まあ、買う前に一言二言購入予定の方がメールで質問できて、その後もこういった場合にはみたいな形のお医者さんがついてるアルファレスっていうような形になっていければ、まあ14日のその返品なんかも全然問題なくなるんじゃないのかなっていうふうに思います、うん、はい、はい、うん、っていうような状況がこの3週間程度の間でバタバタバタといろいろいい方向にどんどん決まってきてですね、かなり波が来てるかなっていう気がしてるんですけど、あのまあそういった意味でもですね、まあエビデンスがしっかりしそうだと、あの今言った全てがあの成立する、しかも順調に成立する可能性ももちろんありますし、ひょっとしたら一部はあのまあそうですね、思うように進まないものが出てくるかもしれないですけども、それでもあのいずれ揃うものにはなるのかなっていうような、そういった見込みがあるので、もともとはですね、そういったものがない、エビデンスが、まあ、公のものがないっていう状態で販売をしてたので、僕自身もあの皆さんをその一時代理店をですね募集する際も、あの怪しいビジネスだっていうことであの募集をさせていただきましたけども、それがもう怪しくなくなっちゃってるんですよね。はい、まあ、そういった意味ではあの、まあ、申し訳ないビジネスっていうふうにこれから歌わせてもらおうかなというふうに思ってるんですけども、あの、まあ、言ったら健康系のビジネスですね、あのマッサージとか言っても、まあ、言ったらほぼ意味がないわけですね、意味がないマッサージをしている方が多いわけですけども、そういう、うん、一時期一瞬のそのまあ、癒しだけを求めてですね、まあ、筋肉 の, あのほぐしを求めて、で結局ほぐれてもないでより凝りやすくなるみたいなマッサージをしてる、そういうケースが多いので、まあ、そういった方とかはに対してはもうあのマッサージ師に行く必要がなくなっちゃうとかですね、で、まあ、その系統 の, あの健康系のですね、あの事業があのいくつか不要になっちゃうような、その大部分がですね不要になっちゃうような、そういう商品にもなり得ると
いうこともあって、まあ、かなり申し訳ない商品になるんじゃないかなっていうような、あのそういう対事業者に対して、代理店募集に対してはそういうアプローチをしていこうかなというふうに僕自身は思っているという状況ではありますと。はい、そういった意味では、澤田さんからも意見聞いておきましょうか。どうですか。はい、澤田です。はい、まあ、いろいろ話聞いてて、僕も最初は返品保証あった方が、そのやっぱり結構病気だったりとかそういう悩まれてる患者さんとかにもなんか広めれるのかなと思ったんですけど、確かに返品が何ですかね、逆に疑心暗鬼になって、その脳波の効果をちょっと信じれないまま使っちゃったりとか、やっぱ中途半端になってしまうので、まあ今までそのアフターフォローをしっかりしていけば確かに返品もなくて、こっちもウィンウィンになるのかなとお話聞いて思いました。はい、ありがとうございます。大内さん、改めてどうですか。まあ、別に大内さんも貴重な意見を言っていただいてすごくありがたいんですけど、はい、ネジ伏せるように進めてるわけじゃないんですけど、どうですか、ご意見今の時点で。いや、まあ、確かにね、はい、皆さんおっしゃることも思ってもだと思いますので、はい、まあ、やっぱり大事なのは、はい、はい、おっしゃる通り、そのカウンセリングじゃなくて、何でしょう、その販売の時お渡しする前段階の、はい、コミュニケーション、はい、まあ、カウンセリング等を含めて、うん、これはもうあるべきだと思います。はい、うん、その信頼、そこで信頼関係が、ね、確実にできるかはちょっとわからないですけど、はい、何もなくいくよりはちゃんと機能してくれると思いますし、はいはい、まあ、僕が自分で作っているものを販売している中でも、そのコミュニケーションを取らずに、はい、ウェブで販売していまして、うん、まあ、本当にごく微量ながら返品っていうのは起きているのは事実なので、はいはい、で僕も現場でやっていて、手売りの方で、返品になった方っていうのはたった一件もございませんので、はい、そう考えると本当に、うん、まあ、コミュニケーションがあった上での販売っていうのがあれば、うん、はい、まあ、保証がなくてもいけるのかなとはなんとなく思ってます、はい、まだそれでも怖いですけどね。はい、ありがとうございます。なので大内さんの意見ももう十分に加味して営業マニュアルっていうのは作らせていただきますし、あとその各代理店の方もですね、それら踏まえてお客様と その信頼関係っていうのを確立した上で販売をするってことに心がけていただくと、はい、いう形で、もう14日間の返品保証についてはもう完全になしで行かしてもらいますね。はい、それでもう決定で、はい、はい、行ってしまいます。はい、でちょっとそれにあたりでお願いことがあるんですけども、はい、まあ、それが発動したらもちろんそうしますよっていうの何か仕組みはあるのかもしれないです。はい、はい、ウェブのところでしっかりコミュニケーションを取るっていう、はい、フローといいますか、はい、はい、そこはお客様が読めるところで、はい、告知していただきたいなっていうのが、はい、わかりました。はい、ありがとうございます。その辺は、はい、重々それを踏まえてですね、進めさせていただけたらなと思ってます。はい、でそしたらですね、一応それにあたって、まあ、ウェブサイトもいろいろ14日間返品保証については、まあ、なしにしていくのと、まあ、あとはその今そのペンディングになってたですね、返品客 そのリストがどうとか、あとはそれ用にプライバシーポリシーを再作成するみたいな話はもう一旦これで流れてしまうというところと、であとですね、契約書についてもダウンロードし直しをしてほしいんです。はい、正規取扱店の専用ページの方から契約書のデータダウンロードいただいている方はもうしていただいていると思うんですけど、週明けですね、月曜日にはその処理がかけれると思うので、月曜日それ終わったらまたグループ LINE の方で案内をするので、またその案内後ダウンロードし直してほしいです。はい、で日数的にちょっと微妙な方がおられたら一旦契約書の作成待っといた方がいいかなと思います。はい、ちょっと本当に微妙な時期的に微妙な方がいたら、はい、ご相談いただけたらなというふうに思ってます。はい、でですね、まあそれとあともう一点自分の方から提案させていただきたいことっていうのが取次店ですね。この取次店を今はもともと案内してたのはご自身の独占エリアの中だけでしか取次店を構築しちゃダメですよっていう言い方をしてたんです。
でそれの例外として、あの影響力高めのインフルエンサーさんに対してはあのそれは特例として、認めますと。でこの、フォロワーが1万人以上を超える方であれば、そのエリアをもう外してですね、エリアの縛りを外して、まあ、取り次ぎ店にしてもらっても大丈夫ですよみたいな話をさせていただいたかと思うんですけど、この部分ですね、別にインフルエンサーさんじゃなくてもエリアの縛りをもう外した方がいいのかなというふうに思ったりしてますと。でこれの理由っていうのも、あのもう今の第一陣であの参加いただいている獣医師の方も、もうすでにご自身の拠点じゃない都道府県 もう担当いただいているかと思うんですよね、はい。で今ですね、まだ再開するまでに今 3週間程度その募集期間をもう締めてしまっていると、はい、1回獣医師で締めてしまって、次が、ちょうど1週間後6月の3日からまた一般募集を再開するっていう話なんですけど、もう再開したらすぐ申し込みますと言ってる方ですね、もう多分時間と一緒にもうすぐ申し込みみたいな感じでメッセージ来ちゃう方がもう結構いるんです。でそのいる方たちもご自身の拠点とはまた別のエリアで、結構あれですね、一時代理店をしたい、まあ、それでもやりたいって、それぐらいあの、まあ、かなりいい商品だって言ってくれてる方が、まあ、何社もおられるので、まあ、そうなってくるとあのかなり入り組んでくるんじゃないかなっていうことが予想されるのと、うん、あとですね、代理店開拓、まあ、二次代理店であるとか取次店の開拓が、そこだけに任せるよりも、まあ、もうみんなでそれぞれ都道府県エリア関係なくもう取次店を開拓していった方が、まあ、盛り上がるんじゃないかなということは考えたんですね、はい。でまあ、とりあえず一旦ここまでの時点でどなたかご意見ありますかね。まだちょっと難しいですかね、はい。そうですね、あとですね、まうん、その一社一社で任せてるとスピード感もなかなか難しいんじゃないかなっていうのも、この1ヶ月程度、数週間から1ヶ月程度今すでに参加いただいている方を見てて思ってますと、はい。で今この契約期間がもう半年になってるじゃないですか、スタートの契約期間っていうのが。で半年になってる中で今のペースでいったら取次店せっかく契約したのにもう契約終了しちゃったっていうことになりかねないんじゃないかなって思ったりしてるんですね、はい。そういった意味ではご自身のエリアが違う代理店の方も開拓してくれるんだったら、その方がまあ売り上げが上がっていいんじゃないかなとか、紹介できる方が増えていいんじゃないかなって思ったっていうところですね、はい。でそれともう一点ですね、これもこの数週間1ヶ月の間で起きてるまあ、いい変化なんですけど、もともとはですね、そのエリアをまたがないようにするから、レンタルのショッピングカートは各代理店ごとに、まあ、割り振らないっていうことで、まあ、中村くんですね、のお母さんの方がご質問してくれてましたけど、これはエリアをまたがないからショッピングレンタル用のショッピングカートが一つでよかったんですよ。そうなんですけど、エリアをまたぐんだったら各代理店ごとにショッピングカートを準備することで一応可能にはなるんです。でただ情報がものすごく入り組むんです、はい。ものすごく入り組むので、人海戦術でチェックをしたりとか、その会計上の締め作業をやってしまうと、かなり人為的ミスが発生しやすい、そういう管理になってしまうということもあるので、まあ、控えたかったっていうところがあるんです、うん、あるんですけど、その点もですね、今ちょっとシステムを組んでもらってまして、これもですね、佐賀の方でですね、取次店では参加いただけるアイネット誠さんという会社さんがですね、今うちが依頼させてもらってですね、そのアルファネスの代理店用のシステムっていうのを組んでくれてるんです、うん。なのでそのあたりがもう人為的なミスなくですね、もうシステム上で解決ができるような方向に行きそうだということもあるので、まあ、ややこしくなってもいいと、はい、制度がややこしくなっても大丈夫だという状況になってることもあって、どうかなと、はい、取次店がエリア関係ない方が広がりが早いんじゃないか、大きいんじゃないかっていうふうに思ってるということですね、はい。とりあえず僕の方からは以上なんですけど、どうでしょう、どなたか意見、あ、高岡さんマイク外れてますね、はい。何かありますか、はい。
ないですかね。今音聞こえてないですけどね。まあまあすみません、ちょっと聞こえないんで、ちょっとじゃあフロンティアライフの中村さんどうですか。あ、高岡さんももしかしたらメッセージいただいたらいいかもしれないです。音がちょっとこっちに来てないです。はい、どうですか。これ僕側の問題ですかね。はい、大石さん何か喋ってもらえますか。あら、これは僕側の、すみません、僕側の問題かもしれないですね。ちょっと一回自分だけ出ますね。はい、自分だけ一回出てもう一回入ります。YouTube もご覧いただいている方もちょっと申し訳ないですけども、僕だけちょっとZoomの音が飛んじゃってます。申請してるんですけど承認されないですね。ちょっと電話をしない参加できるか。あ、いけましたね。あ、いけましたね。あ、すみません、すみません、入れました。はい、お待たせしました。はい、あ、いけてますね。聞こえてますよね。はい、ありがとうございます。聞こえてます。はい、すみません、高岡さんからもう一回いいですか。申し訳ないです。あ、すみません、はい、まず1点目が、はい、すみません、レンタルは、はい、取り次ぎ店の裁量ですみたいな形が前回あったと思うんですけど、はいはい、それがもう公にもうレンタルは、公表されるという形に変更されるってことですね。いや、すみません、それはややこしくて申し訳ないですけど、そこは変わらないです。はい、公には出さないです。はい、で積極的にレンタルを取る必要もないです。はい、はいはい、うん、プロセスと必要であればレンタルを活用してくださいということですね。レンタルを してもいいですよっていうことですね。はい、そういうことです。レンタルをしてもいいですと、はいはい、そうですよね。多分レンタルをしない方が、はい、販売率上がると私は思ってるんで。あ、はい、はい、と思ってるんで。あと、まあ、取り次ぎ店の話も、はい、まあ、私もいいとは思ってるんですけど、はい、何を言おうとかな、ちょっと取り過ぎてるんだけど間が空いたんで忘れた。あ、すいません、思い出したらいいと思ってまた思い出したらお願いします。はい、はい、他どうですか。フロンティアライフの中村さん、はい、よろしいですか。はい、さっき北川社長が戻ってくる直前にちょっと話し始めてたんですが、あ、はい、私は取り過ぎ店のエリアがなくなることはすごく大賛成です。あ、はい、でなぜかというとこのウェブっていうものの特性上、はい、例えば青森県の話をしますが、青森県の取り次ぎ店さんが青森で売った分はいくらいくらなんだけど、
あの県をまたぐとあのマージンが下がるよとかっていうのはちょっとこれってやりづらいんですよね。なるほど。なので例えば33万円で販売されましたと、販売されたらまず取次店さん、取次店さんのマージンはどこで売ろうが同じ額っていうふうにならないとやりづらいとは思いますし、その後の二次代理店一次代理店の分のマージンを折半という形であれば、はい、どこの代理店さんもですね非常に燃えるんじゃないかなと思うんですよね、うん、で一応なんですけど、まあ、具体的なその中 の, その数字の部分に関しては今ちょっとあのライブ配信もしてるということもあって控えるんですけども、全国一律を基本にするっていうのはもう大賛成ですね、うん、ただし言えることは独占エリアっていう部分はそれは変わらずあるんですね。なので一次代理店の利益の部分っていうのはやっぱり独占エリアの方が大きくなっちゃうっていう部分は加味してもらわないといけないっていうことですね、うん、それは当然ですね。はい、そうですね、はい、その点だけ、はい、であれば、はい、全然大丈夫です。はい、はいはい、ありがとうございます。うん、どうですかね、他の方、取り次ぎ店が全国 OK になるっていう部分ですね。言っていいですか。あ、はい、どうぞ。あ、すいません、その取り次ぎ店を、まあ、はい、自分の、独占エリア外の、取り次ぎ店を開拓したメリットはそのエリア外の代理店にもあるっていうことでいいんですか。はい、もちろんプロセスのどこかに関わってる方は利益にはつながるかと思います。はい、はい、であとその、まあ、例えばその滋賀の一次代理店の方が、石川の取り次ぎ店の方をまあそうですね、指定したとしますと、はい、紐付きになってるとしますと、で石川の方なんですけど大阪で販売をしたっていうケースがあった場合ですね、そしたらその取り次ぎ店はその滋賀の代理店の所属紐付きになっているので、まずは一旦は一次代理店である滋賀の、代理店に売り上げが入るんです。はい、でそこから取り次ぎ店の方の取り次ぎ報酬を、まあ、払うという形には、まあ、なりますと。あ、すいません、あれですね、大阪の売り上げだったらすみません、大阪に1回入ると、大阪に1回入るんですけど、大阪からの取り次ぎ報酬っていうのは利益を折半した部分、基本のですね利益を折半した部分っていうのは一旦滋賀の代理店の方に入りますと、一次代理店に入る。はい、でそれを石川のその取り次ぎ店の方に支払っていただくっていう流れになります。わかりました。ちょっとリピートさせてもらうんですけど、はい、じゃあ、さっきの形でいくと、例えば石川の方の大取り次ぎ店が大阪に中、はい、注文取らありましたと、はい、なるとまず大阪に、全部のお金が入るのと、はい、商品の発送も大阪から全部やりますと、はい、いう話ですね。はい、その通りです。はい、そうですね。で、報酬を、滋賀の代理店にお金が入って、でそこから石川の代理店に、報酬をお支払いするっていう形ですよね。はい、その通りです。OK です、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、はい、以上です。でこれがすごくややこしいじゃないですか。はい、ややこしくて、もう1件2件だったらいいんですけど、おそらくもうわさわさ起こるはずなんです。全国あちこちでわさわさ起こるんですけど、これもシステム、それに対応できるようなシステムを今組んでます。はい、組んでるので、どのショッピングカートで注文されるかっていうことで全てシステム化するような形で組んでいってるので、そのあたりはまあ大丈夫かなと。なので取り次ぐ場合はとりあえずショッピングカートをかましてもらったら、そこで管理ができるっていう状態になるっていうことですね。はい、要はエリアをまたぐ場合ですね、エリアをまたぐ場合はもうサイトのショッピングカートの方から決済なり注文をかけてもらう。はい、もしかしたら現金回収でその場でもうお金のやり取り済んでるよっていうケースも中にはあると思うんです。あった場合も一回注文処理をして、その代金も一旦総代理店に預けてもらう形を取ってもらうとすごくシンプルになります。あとはシステムがやってくれるんでっていう状態になります。はい、システムの問題なんですけど、はい、受注が入りましたと、はい、いう形になった時に、はい、そのシステムでいくと関係各所の代理店に一斉メールで注文入りましたみたいな形での数値がいく形で、はい、その時に、利益安分も明示されてるような感じになるんですか。はい、その通りです。承知しました、うん、ありがとうございます、はい、なのでそのあたりも契約書を、まあ、事前にその
取次店の契約書とかも総代理店の方に共有をいただくので、その数字をまた設定した状態でシステムを構えとくっていう状態ですね。はい、になります。はい、他どなたかご意見あれば何かございますでしょうか。はい、あ、大石さんどうぞ。はい、はい、ちょっとあの今の、高岡さんとのやり取りのところは、はい、県のまたいだ的な動きは分かったんですけど、はい、あのその分配が分かんないんですけど、はい、これはあのなんか分かりやすく説明していただけますか。その数字って言ってもらった方が分かりやすいんですけど、その、うん、だいぶ抜けた後でいいんで。あ、はい、分かりました。はい、またそのあたりはじゃあ説明またさせてもらいますね。はい、はい、うん、どうですかね、ご意見的にどうですか。取次店を、全国対応エリア関係なしに、した方がいい、ダメっていう方がおられたらご意見いただけないですかね。大丈夫ですかね。はい、であればもう取次店はもうあのエリアの縛りなくですね、全国 どこのエリアでもあの紐付きにしてもらっていい、指定してもらっていいという状態にします。はい、はい、で、まあ、これによってもあのちょっとまた案内が変わるのが、はい、沖縄の中村さんが言ってもらってたようにそのショッピングカートをですねレンタル用にも代理店ごとに発行することになります。はい、なので URL があの販売用だけじゃなくてレンタル用にも割り当てられる形になるので、そのあたりもですねあの URL が末尾に R がつくとか、まあ、ちょっとまあ分かりやすいようにはしようと思ってますけど、はい、まあ、そういうあのそうです途中まで同じコードがあって最後の末尾だけ違うみたいなそういう URL をあのそれぞれに配布をしようと思います。はい、いいですか。あ、どうぞどうぞ。あ、その、まあ、代理店を全国でやるのはいいんですけど、はい、例えば代理店を開拓する方法の手段は、はい、もう一次代理店であり二次代理店であれ、はい、ある程度裁量が与えられているっていう形で禁止事項だけがマニュアルに書いてあるみたいな感じで大丈夫ですか。あ、その通りです。はい、はい、うん、禁止事項は今言えない、言える。あ、いやいや、むしろないですけど、ないというか一次代理店の契約書に反しなかったら何でもありなんですけどね。何でもありです。OK、はい、分かりました、ありがとうございます。はい、うん、どうですかね、他ありますかね。はい、でもう今ですねそのまた6月3日から募集再開する段階でもですねそのアメリカの方とかもまあ、それこそ二次代理店で参加いただくとかですね、まあ、そういう方もちょっと出てきてるんです。なのでもういきなりスタート段階からもう国際的にですね世界中で販売活動が行われるような商品になるので、まあ、そういった意味でもちょっとこのとりあえずこの段階このライブの会議では2点ですね、14日間の返品保証は廃止するということと、はい、取次店のエリアの縛りっていうのはなく、どの一次代理店の方であっても、どの二次代理店の方であっても、エリアに関係なく、取次店を指定できるという形を取らせてもらいますと。はい、いうことで、一旦ここで締めちゃいますね。はい。じゃあ、そういうことで、一旦ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、YouTube をご覧の方も、ありがとうございました。ありがとうございました。一旦これ